どうも、山崎パンのトラックに描かれてた金髪の美少年、ちっちゃい頃めちゃめちゃ怖かった系バーチャル YouTuber の朝日と申します。この動画どうやって撮ってるか知ってますか？これフェイスリグというね、 Steam から発売されている、ソフトウェアを使って撮ってるんですけども、このソフト何がすごいかって、ウェブカメラを通してこの俺の顔を読み取って、それを実際このキャラクターに、その目の動きとか口の動きを実際と同じ動きをさせるっていう、すんげーソフトなんですけども、このフェイスリグにはですね、いろんなキャラクターがデフォルトで存在するので、しかもそのキャラクターたちがすべて、まあ癖の強い、個性の強いキャラクターばっかりなので、まあいろいろと紹介しがてら遊んでいきたいと思います。ではアバターを実際に変えてみたいと思います。はい、実際に変えてみました。このキャラクターは確かフェイスリグの、公式のマスコットキャラクターのフラッフォっていう名前だったと思うんですけども、モデルが 3D だからちゃんと顔もいろんな方向を向いてくれる。あ、その顔やめろ、その顔やめろ、あはははみたいな感じで、これね、あの結構同じ表情をしてくれるので、ね、友達と一緒にやっても面白いんじゃないかなってわけで、まあ他にもいろんなキャラがいますので、それをいろいろと紹介していこうと思います。はい、俺って何をモチーフにしたキャラクターなの？あ、私ですね、プレゼントボックスに扮して冒険者を襲うという仕事をしてます。はい、こう見えて実は4歳になる子供がいるんですね。まあ、井の中の蛙大会を知らずという言葉がありますけど、まあ私海では生きていけませんので、まあそれなら一生井戸の中で悠々自適に過ごしていけたらな、なんて言うてますけど、言うてね、言うてますよ、言うてます、言うて。あ、これ一番やったらいかんやつや。おらさ、東京行ってかっけえ大人になって帰ってくるべ。え、東京ってこんなもんすぐかっこよくなれるもんなの？え、なんか怖いんだけど、怖さすら覚えるんだけど。え、ちょっと待って、進化止まんねえ、進化全然止まんないんだけど、どうしたらいいの、進化。